テルヤ監督くん。テルヤくん。社民党のテルヤ監督です。昨年12月18日に閣議決定された防衛大綱と中期防は、現防衛大綱の統合機動防衛力に代わる多次元統合防衛力を打ち出しました。社民党は防衛大綱と中期防は米トランプ政権の対日圧力に追従した高額兵器交流の拡大といわゆる戦争法に基づく憲法の専守防衛を逸脱した軍拡計画そのものであると強く批判します。特に防衛大綱及び中期防における海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦出雲型2隻の改修は事実上の攻撃型空母に他なりません。断固撤回を求めます。また敵基地攻撃能力を有する憲法違反の新装備の開発や技術開発を進めることは許されません。かかる立場で防衛大臣に尋ねます。去る4月26日政府はイギリス・アショア2機の購入契約をアメリカ政府と交わしております。軍事専門家によると北朝鮮から発射される弾道ミサイルは東京へ向かうなら能登半島上空、大阪へ向かうなら沖ノ島上空を通過しますが、2機の配備地点はハワイに向かう軌道の下の秋田市とグアムへ向かう軌道の下の山口県萩市であります。大臣、これでは日本が全額を負担して米国の防波堤になることではありませんか。見解を求めます。岩井防衛大臣。我が国の防衛、ミサイル、失礼しました、弾道ミサイル防衛、システムの、性能能力および配置につきましては、あくまでも我が国領域を防護する観点から、決定をされているものでございます。今般のイージス・アショアの配備候補地につきましても、まずバランスよく我が国全域を防護できる、遮蔽がない広くて平坦な敷地が確保できる、電力等のインフラの確保が見込めるといった観点から、秋田県の荒谷演習場、山口県の陸奥演習場の2箇所を選定し、今、現地でのご説明を行っているところでございます。このようにイージス・アショアの配備候補地につきましては、あくまでも我が国全域を防護するという観点から、決定をしたものでございまして、米国を防護するために導入するというご指摘は当たらないと考えております。照屋君。防衛大臣、去る5月21日米空軍嘉手納基地でパラシュート降下訓練が強行されました。パラシュート降下訓練は佐古最終報告で天候などによる例外的処置を除き伊江島補助飛行場で実施をすると日米間で合意をしております。ところが沖縄気象台が確認したところ、その日の伊江島の天候は晴れて、風や波の高さも嘉手納基地とほぼ同じだったことが判明しました。
嘉手納基地周辺の市町村長や住民が相次ぐ佐古防衛違反の訓練強行に強い怒りを示しております。問題は岩屋大臣が5月24日の記者会見で米軍によるパラシュート降下訓練はやむを得なかった容認姿勢を示したことであります。この問題については去る3月12日の党委員会で私の質問に対し河野外務大臣がパラシュート降下訓練につきましては佐古最終号最終報告に沿って基本的に伊江島補助飛行場が使用される、嘉手納飛行場はあくまでも例外的な場合に限って使用される、この例外的な場合を拡大解釈することは許されるべきではないと明言しております。河野大臣の答弁に照らしても岩屋大臣の発言はあまりにも情けなく、アメリカに隷属し嘉手納基地周辺住民の命の安全と人権を否定するものであります。今沖縄では岩屋大臣の容認発言に強い怒りの声が高まっております。大臣の見解を求めます。岩屋防衛大臣。このパラシュート降下訓練については佐古最終報告において基本的に伊江島で行うということになっておりまして、それは全く私も同じ考えというかその認識に変わりがあるわけではございません。で21日ですね、なぜ、その嘉手納で行ったのかという米側への問い合わせに対しまして、米側からは21日は海象条件波が高くて、救難ボートを運用できない状況だったと、直近の訓練は2月21日に行われており、その後気象海象条件及びスケジュール調整等の事情によってすでに5回の降下訓練が中止されてきていると、資格維持の観点からこれ以上訓練を先延ばしすることはできないことから例外的に嘉手納で訓練を実施せざるを得なくなったという説明があったところでございましたので、防衛省としてはですね、今回の訓練はあくまでも例外的に行われたものと理解をしたところでございます。今後につきましては言うまでもなく基本的に伊江島で訓練を行ってもらうべくですね、しっかりと米側に申し入れてまいります。テル君。大臣ね、この米側の説明を鵜呑みにしてはいけませんよ。だって5月21日の天候は伊江島も晴れ、風や波の強さも嘉手納基地周辺と変わらん。沖縄気象台が発表してんだもんね。そういう点であまりにもね、基地周辺住民は3月の河野大臣の発言と岩屋大臣の発言の落差にがっかりしてん。強くそのことを言いたい。最後に先ほど赤嶺委員からも質問ありましたが、6月4日沖縄県浦西小学校に落下したヘリ部品は米海兵隊が普天間基地所属のヘリの部品であると認めました。大臣は原因究明と再発防止策が講ぜられるまで米軍に対し飛行停止を強く抗議すべきではありませんか。見解を求めます。岩屋防衛大臣。これは先ほど申し上げましたように、
米側からはですね、当該ブレードテープを使用しているすべての航空機を点検し、劣化したものは全部取り替えるという説明を受けているところでございます。我々としては改めて点検整備安全管理を徹底するよう、米側に強く申し入れてまいります。テレア君。次に